まあ、テーマはですね、一言で言うと愛なんですけども、息子に対する愛、友達に対する愛、それが一度失ってから気づく、この話はそういう風な、ね、進みになってるんですよ。あとはまあ幹事さんもおっしゃってましたけど、なんかその人生の過程で手放さなきゃいけないあのポイントって多分いろいろあったりして、でそれを手放すことがすごく勇気が必要なことで、本当は多分手放したくないんだけど、あえてそれを手放すことで前に進んでいけるっていう、なんかそういうところが一番最近は演じてて心に染みますね。子供は生まれた時からある種運命を背負わされて生きているんですよね。だからそれを打破するのか受け入れるのか、どう人と出会ってどう変化していくのか、そういうところがすごく見どころだなと思います。